アルヤンコビック、ビアードアルヤンコビック、ビアード AL、ヤンコビック、本名、アルフレッド・マシュー・ヤンコビックアルフレッド・マシュー・ヤンコビック、1959年10月23日イ、は、アメリカ・カリフォルニア州リンウット出身のミュージシャン。パロディ音楽の第一人者として活動し、ヒット曲の替え歌やコミックソングを多数リリースしている。イート・イット、プードル・ハット、 マンディトリファンの3枚のアルバムがグラミー賞最優秀コメディアルバム賞を受賞し、ファットの PV での受賞を含めて4度グラミーを受賞している。日本ではアル・ヤンコビックという呼称が一般的であるが、ヤンコビックはパロディ音楽家、コメディアンとしてはウィアード・エール、ヤンコビック、パロディ外の仕事、俳優、声優、絵本原作等では、 エール・ヤンコビックと名義を使い分けている。なお、ウィアード・エーエル、ウィアード・アルとは、おかしなアルという意味である。大学在学中の1979年、ザナックのヒット曲、マイ・シャ・ローナの替え歌、マイ・ボ・ローニャを自主制作。これが、ラジオでオンエアされたところ人気を呼び、デビューのきっかけとなる。1983年に、リック・デリンジャーのプロデュースで、 ファーストアルバムをリリース。このアルバムの音作りは、ポルカが中心となっている。同アルバムに収録された、リッキーは、トニー・バジルのヒット曲、ミッキー及びコメディ、アイ・ラブ・ルーシーのパロディ。この曲が、初めてパロディ PV が制作された楽曲である。1984年、マイケル・ジャクソンのヒット曲、今夜は、ビート・イットの替え歌、今夜もイート・イートが、 大ヒットする。音は、もちろんのこと、ミュージックビデオも本物そっくりにパロディ化した。この曲は MTV で大量オンエアされた。この曲のプロモーションで、初来日し、俺たち氷金属、富士テレビに出演。その際、サビの、イートイットを日本語で、クエと歌った。さあ、クエからクエ。それに合わせて、背後で、マイケルに噴した、ウガンダトラが、 野菜などをむさぼり食うシーンが放送された、伊勢海老に噴した、西川のりおの腕をかじる、というアドリブを見せている。この番組では、床に寝転がり体を斜めにねじりながら立ち上がる、パフォーマンスも披露する。こうして、ヤンコビックは日本でもパロディ音楽家としての名声を、獲得した。1988年、マイケルの、バットのパロディ曲、デブを発表した。 マイケル本人もヤンコビックの才能を認め、イート・イットとファットの2曲は公認のパロディ曲となる。後にヤンコビックはマイケルのミュージックビデオ、リベリアン・ガールに出演した。その後もマドンナや MG ハマー、ニルバーナ、クーリオ、エミネムなど、その時々の人気アーティストのヒット曲の替え歌と、本物そっくりなミュージックビデオを作り続け、 パロディソングの帝王として、格好たる地位を築いている。また、自身をポルカホリックと称する胸が、日本版 CD のライナーノッツで明らかにされている、通り、ポルカアコーディオン奏者としても優れた腕前を持ち、2枚目以降のアルバムすべてに、替え歌のポルカメドレーが収められている。替え歌以外のオリジナル作品については、作詞、作曲ともすべて自作である。 テレビ番組やコメディ映画のプロデュース、出演も多い。主な出演作に、映画、パロディ放送局 UHF、1989年主演、脚本、TV 番組、ザ・ウィアード・エ l ル・ショー、1997年9月から1998年9月で CBS で放送などがある。1993年にリリースしたアルバム、アラプルザは、日本でも、 ヤンコビックパークというタイトルで発売された。日本版、ボーナストラックには、収録曲の一つ、ジュラシックパーク、リチャード・ハリスの1968年のヒット、1978年に、ドナサマーによってカバーされたのをはじめ、多くのアーティストに、カバーされている、のパロディの日本語歌詞バージョンが収録されている。日本語歌詞は、概ね英語版の翻訳に基づいているが、 当時話題だった日本の恐竜映画、レックス恐竜物語を揶揄した歌詞が追加されるなどの変更も行われた。1996年には1994年に大ヒットした映画、フォレスト・ガンプのパロディとしての、ランプ、ランプの音楽で、ガンプ、ガンプを発表した。1998年1月にレーシック手術を受ける。それを機に、 彼はそれまでのトレードマークだったメガネと口ひげ、アフロヘアをやめた。1999年に公開された劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギアバクタンではアメリカ公開版においてエンディングテーマ曲ポルカモンを歌った。2001年にはベン・ホールズのミュージックビデオロッキン・ザ・サバーブズの監督を務めカメオ出演もしている。ホールズのタイムでは ボーカル参加し、ランデットではタンバリン演奏を披露した。またホールズが、ヤンコビックの、ホワイラズ・ィソール・ウェイズ・ハプンツーメ、デピアノを演奏するなど、お互いに交流がある。2006年に本でもヒットしたジェームス・ブラントの、You r e Beautiful のパロディ、You r e p i t i f u l を制作したことで話題になる。ジェームス・ブラントの許可を得るが、レコーディング後になって、ブラント側のアトランティックレコードが、 使用許可の撤回をしたため、収録予定のアルバムから外される。ブラント本人がパロディに反対していないことから、この曲はヤンコビックのマイスプイスで無料ダウンロード曲として発表された。2006年9月発売されたストレートアウト・リンウッドはビルボードを200で10位を記録した。同アルバムの1曲目に収録されたホワイト・マナーディはビルボードホット109位。 iTunes Store に音楽専門曲 VH11 と驚異的ヒットを記録し、ヤンコビック発のビルボードホット100でのトップ10入りシングルになった。これまでの記録は Eat It 1984年、ビルボードホット112位、キャッシュバックス4位。原曲を歌うカミリオネアは、奴は本物のラップをしている。クレイジーだ。ここまで上手いとは思わなかったよと驚き。 パロディ化を喜んだ原曲であるリジンが収録されたカミリオネアのザ・サウンド・オブ・リベンジも日本版は未発売。最終12曲目にはネット上の音楽無料ダウンロードの根絶を訴えるドンとダウンロード・ディスソングが収録されている。2008年にはかつてパロディにしたのミックスト・アップ・ SOB という曲のミュージックビデオのディレクターを担当した。 ヤンコビックは自身の曲のデジタル配信を模索し始めた。2008年10月7日にヤンコビックは iTunes ストアに T.I. の同名の曲のパロディである How What Ever You Like をリリースした。彼が原曲に出会ったのはその2週間前だという。ヤンコビックはデジタル配信の利点を自身の曲が時代遅れになる前に一瞬でインターネットへ公開できることとしている。 ヤンコビックは2009年6月16日にクレイグスリスト7月14日にスキッパーダン8月4日に CNR8 月25日にリングトーンをリリースした。デジタル配信でリリースされたこれら5つの曲はインターネットでいくつと題されたデジタルミニアルバムに収録された。ヤンコビックはレディー・ガガの作品のパロディ制作に興味を持っていると伝えており、 4月20日には、ボーン、ディスウェイのパロディ、パフォームディスウェイを彼の新しいアルバのリードシングルとして制作したと発表した。ヤンコビックは発表時、その曲を最初にレディー・ガガのマネージャーに提出したところ、商業目的でその曲をリリースすることは許さなかった。そこで彼は、ジェームス・ブラントの時と同様にインターネット上で、 無料で配信を行ったところ、マネージャーは独断で販売を禁止したことを認め、レディー・ガガはパロディへの許可を与えた。ヤンコビックは原曲のテーマである人権擁護を支援するため、その曲とそのミュージックビデオから得られた収益をすべて、ヒューモンライツキャンペーンに寄付すると発表している。2011年6月21日には、ヤンコビックは自身の13枚目のアルバムとなる。 アルポーコリップスをリリースした。このアルバムには、リードシングルとして、前述のパフォームセザーウェイ、インターネットレイクスに収録された5曲のデジタル配信曲、ポルカフェイスと題された、ポルカメドレー、ビル・プリンプトンが、ミュージックビデオ、アニメーションで制作した曲、TMZ、そして他に4曲の新曲が含まれている。 2014年7月15日にリリースした14枚目のアルバムマンディトリファンで自身初となるビルボード200の1位を記録。同時に1963年以来初のビルボード200の1位を記録したコメディーアルムとなった。なお、ヤンコビックのオリジナルアルバムは1996年のバッドヘアデー以降は日本で CD リリースされておらず。 それ以前のアルバムはすべて廃盤である。1999年に Abex から企画版がリリースされたが、こちらも廃盤になった。音楽配信サイトによっては過去の楽曲が配信されているほか、2006年に発表されたストレートアウト・リングッドは日本の iTunes ミュージックストアなどで音楽配信がされている。ヤンコビックは インディーズ系アーティストのキャリアを支援するため、第10回の審査員でもあった。パロディー生活40周年を記念する、ボックスセット、スクイーズボックス、ザ・コンプリートワークス・オブ・ビアード・エール、ヤンコビック特典として、ビートルズ・リボルバーのオープニングを飾る、タックマンに、パックマンを称える歌詞を載せたパロディー作品、パックマンを入れたいと、ヤンコビックは考え、 タックスマンを作曲した子ジョージ・ハリスンの息子であるダン・ハリスンに連絡。反権者であるハリスン家から承諾を得た。さらにバンダイナムコからも許諾を得て、無事公開にこぎつけた。2018年8月、ハリウッド伝道入りを果たす。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。